加藤真は、日本の実業家、エンジン技術者、レーシングカーデザイナーである。父は、トヨタ自動車販売社長、加藤茂之。株式会社サードの会長兼社長、株式会社シグマオートモーティブ会長、株式会社シグマ商事会長。1941年12月千葉県市川市に、生まれ。1965年日本大学理工学部。 工業経営学科を卒業し、この当時父茂幸が、トヨタ自動車販売で副社長であり、トヨタでもレースをやるようだから、そっちへ行ったらどうかと入社を進め、1965年4月、トヨタ自動車工業に入社し試作家配属となった。トヨタ社員時代の研修で、キャロル・シェルビーの下で、レースシリーズに同行し、エンジニアリングとレースチーム運営のノウハウを学ぶ。レース用。 エンジンコンストラクターになるのが夢で、1960年代後半には、トヨタ 2000GT やトヨタ7のエンジン開発を担当していた製品企画室第7技術部に所属するなどある程度無を実現させていたが、アメリカ合衆国で、大気浄化法が1970年に改正されて、自動車メーカーがその対策に多くの人員と予算を割かれるようになって、 モータースポーツから手を引き始め、会社がレースを止めるなら自分でチームを作れば良いと考え1972年11月トヨタ自動車工業を退社し1972年12月シグマオートモーティブを設立した。日本人として初となる1973年のルマン24時間レースにはトヨタのエンジンを前提としてエントリーしたが突然入手できなくなり、 石原慎太郎を介して、松田公平を紹介してもらい、松田王と東京チューンのワークス用、エンジン2機を50万円で借り受け、富士グランチャンピオンレース用の自動車を改造した、シグマ MC73 に搭載して参戦。この時は、トランスミッショントラブルで、リタイアとなったもののトランスミッションの緊急手配を、通じて、松田王と東京の大橋隆と知り合った。 1974年のルマン24時間レースには、富士グランチャンピオンレース用自動車の改造では限界があると感じ、グラウンドエフェクトカーであるシグマ MC74 を新造した。その際加藤はエンジンの専門家ではあってもレースの専門家ではなかったので、大橋にチームの運営を依頼、ルマンに引き入れたことが日本のルマンブームの原点ともなった。 この時は24時間持たせるために徹底的に補強し 100kg も重くなった。周回数は155周に過ぎず正式な乾燥扱いにはならなかったが、最後まで走行した。1975年ノルマン24時間レースには、自らチューンしたトヨタに TG 型ターボエンジンを搭載したシグマ MC75 で参戦。 序盤こそ10位前後を走る検討を見せたが油圧が低下し2時間以上にわたり修理したがトラブルが再発、リタイアとなった。3回の挑戦で金を使い果たした。借金をしてまで続ける気はなかったとその後、当分加藤の名前は、レース界から消えた。1985年にサードを設立して、レース界に復帰した。ありがとうございます。